おはようございます、こんにちは、こんばんは、みのでございます。都市巡りと街歩きの旅チャンネルへようこそ。今回のテーマはいよいよ半年後に迫った大阪の北大阪急行、その延伸区間の街並みや雰囲気はどんな感じなのかというものです。以前御堂筋線全線街歩きとして、ここ北大阪急行の千里中央駅から中本駅まで全線を歩きまして、その地上はどんな街並みなのか、どんな雰囲気なのかというのを旅をしながら楽しんでいくというテーマで動画を投稿しました。今回はそのシリーズの続きでもあり、本当の最終の紹介区間というものでもあります。いよいよ半年後、2024年3月24日開業の北大阪急行延伸区間、千里中央駅から箕面船場阪大前駅、そして箕面茅野駅の 2.5km を街歩きしていきます。それでは街歩きをしていきましょう。現在地はですね、現在の北大阪急行の終着駅千里中央駅になります。半年後ですね、ここから線路が伸びていくわけですけども、もうすでにトンネルが伸びていっているというのがわかるかなと思います。こちらが反対側のホームですね、もう一つのホームになるんですけど、こちらからも線路トンネルが伸びているというのがわかると思います。地上に上がってまいりました。千里中央駅の真上です。こちらは千中パルという商業施設になりまして、まあ、結構いろんなお店があるんでね。そしてこの日は3連休の真ん中、日曜日ということもありまして、まあ、結構な人がいまして賑わっていました。そしてこちらですね、山田電機がある方向が、まあ、これから延伸していく方向の区間になります。こちらマップですね。この千里中央駅はこの千中パルという商業施設を中心に、まあ、いろんな施設がですね、まあ、デッキでつながっていまして、まあ、なんかいろんな施設がつながっているので、なんか巨大な船みたいな感じで雰囲気的にはなんか好きです。こっちがですね、大阪方向ですね、都心、大阪の都心方向、これまっすぐ行きますと大阪モノレールの千里中央駅があります。それでは千里中央駅からお隣箕面船場阪大前駅までの駅間距離は 1.4km ですね。歩いていきましょう。豊中市の最大の拠点の駅とも言えましょう。千里中央駅を抜けまして北に向かってどんどん向かっていきます。一応この先ですね、基本的には新御堂筋をどんどん北上していくことになるんですけど、千里中央駅は新御堂筋よりも少しだけずれたところに駅がありますので、とりあえず新御堂筋の方に進路を戻します。そして新御堂筋の方にやってまいりました。山田電機がある方向ですね、あれまっすぐ行きますと阪急の北千里駅があります。こちらが大阪の都心方向ですね。そしてこちらが西、そして最後こちらが北方向になります。延伸区間はこちらの方向になります。ちなみに千里中央駅、まあ、ちょっと南の方に向かいまして、新御堂筋を挟んだ向かい側どうなっているのかというとこうなっています。新御堂筋で挟んだ向かい側もですね、まあ、オフィスビルとかマンションとか結構建っています。鉄道延伸を行っています。令和6年3月29日までいよいよ本当にあと半年後というところまで迫ってまいりました。もうそんな時期なのかとちょっと驚いています。千里中央駅を出ましたらね、坂をどんどん上がっていきます。ちなみにこの先道路サイドになんか建物がないように見えますけど、あの木があるせいで建物がないように見えますけど、これしっかりこの木を隔てた向こう側には住宅がたくさん整然と並んでおります。まあ、この辺りは皆さんご存知、千里ニュータウンですからね、木を隔てた向こう側、 Google Earth とか見たらわかると思いますけど、めちゃくちゃ綺麗に並んでおります。こんな感じですね、住宅がものすごいびっしり並んでいます。そしてですね、これ坂をどんどん上がっていきます。で、坂をですね、もう間もなく上がりきるんですけど、この坂を上がりきったくらいでですね、豊中市から箕面市の方に切り替わります。そして豊中市から箕面市に切り替わった瞬間、景色が一変、街並みが一変。わあ、なんかめちゃくちゃちゃんとした街できてるじゃんってね、初めて行った時はやっぱ思いましたね、この撮影の時は。ちなみにこちらが千里中央駅方向を眺めています。あれ、なんか駅からどんどん離れてってるんだけどなーって、なんか割としっかりめな街があるぞっていうのはやっぱり思いましたね。しやっぱ人通りもね、やっぱりそれ、まあ、めちゃくちゃあるわけではないですけど、まあ、ちょくちょくあってね、あーなんか本当にしっかりした街だなーっていうのは思いました。まあ、その辺も含めてこの後ちょっと解説をしていければなと思います。目の前に見えるのが千里中央駅、
千里中央駅から 1.4km、鉄道が存在しない区間を歩いてまいりました。まあ住宅が広がってるのかなと思い 1.4km 歩いてやってきたらこの通り。いやいや重くそちゃんとしたすげえしっかりした街あるじゃんってね、いやもはや都市じゃんって感じの、そんな景観が広がっていました。正直驚きです。ということでお隣箕面線場阪大前駅の方に到着です。ごめんなさい、駅この辺かなと思ったんですけど、実際にはもうちょっと北側のようです。まあ、でも大体この辺です。それでは信号を渡って反対側にやってまいりました。あそこにコンクリートがあると思うんですけど、あそこにまさに駅があるんでしょうね。駅はこの辺ではなくてもう少しだけ北側ということなので、もう少しだけ北上しまして駅に近づいていってみましょう。ここら辺で視点を右側にやりますと、あーなんか作ってるわ、なんか工事してるわ、電車のマークもちゃんとあるじゃん、ということでここがですね箕面線場阪大前駅の地下への地下の駅ですねの入り口ということになります。もう少しだけ南側に進みますと、上側に歩道橋か何か、まあ、デッキがありますね。まあ、こちらのデッキ、まあ、歩道橋かもですね、現在は立ち入り禁止ということになっているんですけど、駅開業と同時におそらく開通するものと思われます。わざわざですね反対側渡るのに、まあ、信号機まで行かないといけないんですけど、駅開業後はこの通路、このデッキを使って直接駅に向かうことができます。ただ現在は使えませんから非常にめんどくさいですけど、わざわざ信号機まで行って横断歩道を渡ってやってまいりました。こちらにはですね箕面線場阪大前ときちんと案内があります。中覗いてみましょう。こんな感じです。おー立派に工事してますね。まだまだもうちょっとだけ整備には時間がかかりそうです。完成のイメージはこんな感じですね。そしてその奥の建物ですね、綺麗な建物もありましたけど、こちらはもうすでにできている建物のようですね。なんかこちらも一体的に開発しているというか作ってるのかなと思ったんですけど、その手前側のこの屋根の特徴的な屋根の部分だけだったようです。こちらの建物は箕面市立文化芸能劇場、がっつり公共の施設になります。上上がってみますとこんな感じですね。建物自体は結構綺麗です。なのでまあ割と最近できた施設なのかな。そして奥側にはですね、奥側にも綺麗な建物がありますけど、あちらがですねこの駅名に阪大前とありますけど、その大阪大学のキャンパスになります。下を見てみますとね、こちらはまだ工事中ということで、多分ここら辺が広場とかになってくるんですかね。まだまだ整備には時間、もうちょっと時間がかかりそうです。そしてこちらがですねデッキになります。そして屋根があるところに、これ下に向かう階段かなんかあるのかな、ということでこちらが駅の入り口になりそうです。この建物ですねラインナップ見てみますと、劇場であったりとか障害学習センター、大阪大学、そして図書館といった感じで、まあ、完全にまあ公共の建物だなというのが分かります。そしてその奥にはですね、まあ、早速延伸の効果が出てきてるんですかね、マンションが建設されていました。現在地が箕面線場阪大前駅の北側になります。それじゃあね、新御堂筋から一本入ってみましょうか。サムスン日本研究所、大阪と横浜にあるんですけど、大阪はここなんですね。ごめんなさい、マップの方ではですね現在地ここですと言ったんですけど、映像の方はそこよりも少しだけ南側のところになります。箕面線場駅につながるデッキ、歩道橋があるところですね、そこになります。ここからもう少しだけ北側に上がっていきまして、今目の前に信号機があると思うんですけど、ここがマップで現在地ここですと示したところになります。そして現在地がこちらです。あちらの屋根があるところが箕面線場阪大前駅。僕はですね交差点まず最初左側に曲がってみます。西方向ですねに進んでみますとこんな感じ。新御堂筋から一本西方向に入ってみますとこんな感じで住宅が広がっています。マンションとかも建っていますけど、まあ、基本的には住宅エリア、そんな感じですね。では反対側右方向に曲がったら、東方向に進んだらどうなるのかというとこんな感じ。うわ、こっちはがっつりビルとかいろいろ建ってますね。オフィス街みたいな感じになってます。もう少しだけ進んでみますと、これ左側が大阪大学のキャンパスになります。そこからカメラを回転させてみますと、まあこんな感じでですね、まだビルとオフィスビル、そういったものは続いてそうです。とまあこういう感じで見てみますと、やっぱりこの箕面線場阪大前の駅前って結構でかい街なんだなっていうのはよくわかります。というか逆になんでこんなに駅から離れているのに、千里中央駅から離れていて鉄道が通ってないところなのにこんなに大きい街が形成されたのかというところですね。そこについてこれからちょっと触れてみようかなと思います。
特に大阪の方でしたら、この船場という地名聞き覚えあるんじゃないですかね。例えば船場センタービルとかね。そう、大阪市中央区にも船場という地名がありますけど、この大阪市内の船場とここ箕面の船場、何か関係があるのかと言われると、実は結構大きく関係があったりします。まあ、そもそも大阪市内の船場というのはですね、もともと船着き場とか、まあいろいろ諸説ありますけど、そんな地であったことが由来でついた地名になります。そして大阪市の船場という場所は、大阪が天下の台所と呼ばれるようになったきっかけとも言える、そんな感じの場所になります。豊臣秀吉が大阪城築城の際に、この地に商人を集めて城下町を作ったことがきっかけで、船場は商都になりました。まあ豊臣秀吉が産み、徳川家康が育てたみたいな、そんなことも言われたりしますね。そんな場所ゆえ、船場にはかつて繊維卸商が存在していました。しかし1960年代、この繊維卸商の存在によってある問題が起きます。それはですね、船場地区において荷卸するトラックにより渋滞が引き起こされていたということ。そこで繊維卸商が集団で移転する案が持ち上がります。その移転先こそがこの箕面船場阪台前駅周辺になるんですね。現にこの周辺の地はですね、大阪船場繊維卸商団地というですね、商業団地になっています。まあ繊維卸商が中心となったオフィス街になったわけです。その際ですね、船場という地名ごと一緒に移転したため、箕面のこの地も船場という名称になりました。これがこの地が船場を名乗る由来となっています。ちなみにこの辺人通りは少ないんですけど、いくつか考えられることがあります。1点目、まず撮影日が23年9月17日日曜日であること。2点目、訪問客は卸業者が中心であるということ。3点目、もともとトラックが問題の原因だったので、駅からはむしろ多少不便である方が良かったんじゃないかっていうのであったりとか。4点目、繊維業界自体海外製品の流入により衰退傾向にあること。まあ3点目4点目は予想ですけど、そういったものもありそうです。78年時点では220社いたのが、2020年時点では117社に減少。このままでは衰退に歯止めが効かないため、この北大阪急行の延伸は活性化の起爆剤として期待されているようです。それでは後半、そして当シリーズの本当の最終区間ですね、箕面船場阪台前駅から終着箕面茅野駅までの 1.1km 歩いていきましょう。それでは箕面船場阪台前駅から終着箕面茅野駅に向かって歩いていきます。下で工事しているのは、ここに箕面船場阪台前駅の北口、北の出入り口を作るためです。それではまっすぐ歩いていきましょう。これまっすぐ行きますと箕面茅野駅になるんですけど、ちょっと寄り道したいスポットがありますので、新御堂筋とは違うところを通っています。まもなく到着します。これがですね、寄り道したかったところになります。そう、ここで北大阪急行地上に出るんですね。ここが地上に出るスポットになります。奥に見えるのがですね、箕面茅野駅になります。北大阪急行は千里中央駅から箕面船場阪台前駅までは地下を通ってくるんですけど、その先箕面茅野駅にかけて、あそこで地上に出るんですね。それでは今度はちょっと寄り道できて満足できたので、新御堂筋を通って箕面茅野駅の方に向かっていきましょう。駅を出ますとね、新御堂筋どん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 坂を下っていきます。に対して北大阪急行はどん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 上がっていきますので、まあ、ここで地上に出るというわけです。こちらですね、こちらがトンネルの出入り口になります。そして大阪の街並みはここまで来てようやく完全な郊外部へと切り替わりました。ここまではなんやかんやで大きい街があったりとか、大きい拠点の駅があったりとかで、なかなか完全な郊外部にはならなかったわけです。でここまで来てようやく完全な郊外部ということで、逆に言ってしまえばそれだけ大阪の街がでかいんだなということを感じますね。また現在北大阪急行は絶賛延伸工事中ですから、このアングルでなんか高架橋を見たりとか街の風景を見ることができるというのも、まあこれも今のうちなのかなということで、間もなく見れなくなる景色なのかなと思います。ということで 1.1km でしたので、あっという間でしたね。間もなく終着箕面茅野駅の方に到着いたします。あちらのビル街がですね、船場になります。そして今現在いるのが箕面茅野駅の前。ここからカメラを回転させてみますと、こんな感じで、あ、本当にようやく完全な郊外部に入ったんだなというのを感じます。ちなみにこの道路は交通量がかなり多かったです。
このアングルから高架橋駅を見れるというのも、まあ、今だけでしょうね。駅はこんな感じとなっています。そしてこちらにはですね、箕面茅野駅開業後のイメージイラストあります。開業まであと半年、半年後この箕面茅野駅周辺はどう変わっていくんでしょうね。そして当シリーズの本当の最後の最後です、延伸区間の一番端っこ到着です。これにてですね、全線踏破、北大阪急行の延伸区間全線歩くことができました。ちなみにこの箕面茅野駅はですね、この周辺一帯茅野って言われてまして、バス停に関しては茅野中央というバス停なんですね。っていうところから、まあ、茅野という地名が使われて、まあ、箕面市ということが分かるように箕面茅野駅という風に駅名が付けられたようです。またこの箕面茅野駅はキューズモールっていうですね、まあ、安倍野にもあったりするんですけど、ショッピングセンター、ショッピングモール直結の駅になっていまして、まあ、今まではね車とかバスでアクセスするようになってたわけですけど、そこに北大阪急行が加わるということで、まあ、かなり利便性が上がっていきますね。2階のデッキ上がってまいりました。このデッキはですね、キューズモール、まあ、施設がちょっと散らばっているんですけど、その施設をつなぐという役割もあるんですけど、来年3月以降はですね、このデッキ、キューズモールに行くためのデッキプラスアルファ駅に行くためのデッキということで、来年はここに駅の出入り口ができますと、まあこんな感じでね、まあ、あっさりとした終わり方になりますけど、これで当シリーズ終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。